はい、皆さんどうも、ミスタローです。メタロット実況プレイやっていきましょう。大会の本戦予選だか、地区大会か。に行くために、メタロッシャにやってきました。メタロッシャでしたっけ？ちょっとね、レベルは上げたんですけど、そんなに変わらないかもしれないんですよね。とりあえず、まあ一回やってみましょうね。君も参加するのかい？トーナメント出ますか？あ、よっ。バトル続きですね。これよりロブという地区大会を開催します。決勝に勝ち進んだ2チームのみが栄光ある本大会に進むことができます。実況は放送室からミスターウルチマイでお送りします。1回や2回勝ったから調子乗ってんじゃないよ。名前忘れちゃった女の子のボス。遺跡ちゃんだ。最近ね、最近っていうか前回もそうやったかもしんないけど、水太郎をボスに、ボスというかあれにするパターンでまた行きましょうね。パーツもちょっと変えたような気がします。マゼンタキャットがいっぱいだ。スタートボタンで戦闘開始。アンチウォーターに、なんでアンチウォーターにしたんだろう。どっちがあれだったかな。ファイヤーガン。ピカピカハンマー。いけ。守んなくていいのか。アンチウォーターにしとけばいいのか。いきなり上行ったな。いいね。頭、終わったんじゃねえこれ。やったー。ワンタンキル、ワンタンストライキル。まあ、ワンキルだけど。やったー瞬殺。あー、遺跡ちゃん雑魚だったわ。テイザー。チクショーなんで勝てないんだよ。運が悪かったですね、これ完全に。あれ、守る必要なかったな。待って、セーブしよう。セーブ中になりましょう。負けてやり直すのはめんどくせえからな。まあ、カットすればいいっていう説もありますけどね。はいよ。女の子どうした？女の子どうしてないな。女の子連戦ですね。いいね。パーティーちゃん。君だってクマしか持ってなかったでしょ。だからアンチウォーターって攻撃だったかな？やべえ。なるほど。いつもは1体しか使ってないけど、本気出すと3体出てくるんだね。じゃあアンチウォーターで。てか、守ると、下手にダメージ食らっちゃうから、食らわない方がいいんだよね。いけ、がむしゃら。でも、パーツの耐久度はないからね。あ、脚部いっぱい、脚部だけ高いのか。ファイヤー。あ。つら。撃つ攻撃、プレス。右腕で防御した。あ、いいね、効かん、効かん。対処は硬いといいよな。撃つ攻撃、プレス。いいね、いいね。多分ガードとかしちゃうと、その分ダメージ食らっちゃったような気がしたから。で、多分頭に攻撃で、なおかつ、耐久高めなやつで、多分アンチウォーターってことにしてるんだと思うんだ。殴る攻撃、ハンマー。あ、当たったね。右腕。右腕10ダメージいいじゃないですか。10しか入んなかった。フレイムガン、ピコピコハンマー、アンチウォーター。しかも38回も打てるぜ。お、いいんじゃない？でも、ガムシャラが、で、足壊せなかったんだよな。脚部で。まあ、防御だからか。防御されちゃうと、やっぱその分威力が落ちるんだね。狙い撃ち攻撃。これはまずい。まあ、でもメインアタッカーだからな。左腕ってなんだっけ？チャンバラ？ピコピコがいったかな。プレス！右腕に51。ああ、右腕が。結構食らったな。狙ったパーツは1000人壊れていた。いいね、いいね。ガムシャ、あ、そうか、こっちがガムシャラか。ファイヤー！オッケー。左腕に10ダメージ。別のパーツに貫通した。もうみんなガムシャラで行こうぜ。脚部は壊れた。ガンガン行こうぜ。右腕に10ダメージ。おーっと、右腕も壊れた。頭だけになったぜ。頭は5。あ、惜しい。お、とどめを刺していくか。ハンマー。頭で防御した。頭しかない。おーいし、とりあえず一体倒した。いいね、いいね。
中のティンペット本体の方が大きいっていうのも面白いよね。あ、チャンバラマンだ。アンチウォーターちょっと削られすぎか。狙い撃ち攻撃、これで真ん中に攻撃が集中しちゃうとまずいんだよね。左で65ダメージ、もう一発ぐらい耐えるか。なんかいい感じに上来てるな。脚部に60、脚部死んだね。これでよし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 。意外とまだ結構生きてんだな。脚部壊せた。あと一番上狙えるかどうかだよな。チャンプルソード真ん中いっちゃったか。絶対脚部防御になるのか。25ダメージ、お結構入ったな。あー真ん中いっちゃダメなんだよね。上に行ってほしかったけど、まあそげるだけそぎましょう。脚部買って、脚部50だ、脚部だけで50あんのか。硬いね。でもとりあえずベリーさんがいいね、いいね。お、2番目倒した。 OKOKOK、 前に出てるやつ倒せるのはいいよ。あとは上に攻撃が来なければいい。チャンバラ速度は速いから。ただ威力は遅い、威力は弱い。威力は遅いってなんだ。右腕は残ってるよ。左腕か。とりあえず左腕を壊した。プレスってどこだったっけ。頭だったかな。それ次第ですよね。あ、よかった、よかったっけ。これはだいぶもう余裕あるでしょう。頭なんだったかな。おーし、よかったよかった。強かったな、ベリーちゃん。ふぅ。あら、負けちゃった。パティちゃんだった。ベリーちゃんじゃない。ナイトが上がったぜ。あ、殴ら上がったね。プレッシャー。プレッシャーがプレスだったか、じゃあ。いや、なんですわ。ごめんなさい、セーブさせてください。パディちゃん結構めんどくさかったんで、もう一回やるのはめんどくさいです。いや、そっか、カットも何もあれか、飛ばしちゃうっていう説もあるのか。あいよ、いいね、女の子連戦や。あれ、どっかで見たことあるような。誰だったかな。どうしたの。レジの顔じっと見つめちゃったりして。いや、別に僕はお互い、これどっちが喋ってるか、あれですよね、話んあれしにくいですよね。小町、どっかでもかかってらっしゃい。これロボロボ団のあのお姉さんじゃないの。サメのシャークさんみたいな感じの人。シャークさんは違うな。マジックコンボの人だな。途中までしか見てないからわかんない。レディージェットだって強そうだな。てか速そう。速っ、速いガムシャだなんてあるんだ。脚部防御、おお。うちの子みんな結構かやか、あれだね、硬いな。ガムシャラ攻撃、ジェットじゃないです。あ、ちょっとパーツが違う。すいませんね。話すってばっかで。耐久そんなに高くないよね。27。削りきれないんだ。脚部に40ってまずくね。脚部壊れたね。攻撃力高えな。真ん中行くね。どうしよう、一旦守っ、ああそれきついな。ああ射撃は当たりにくいんだっけ、飛行に対して。ちょっと待って、一旦ガードするのもいいかもしんないな。右腕に20ダメージ、ガムシャラ、ガムシャラで速いの強いな。でそんなにダメージ食らってなかったもんな。まあ足いっちゃったからしょうがないか。集中攻撃してくんね、すごく。ああガムシャラ外れたの大きいよな。でも鬱だったから仕方ないんだよね。このガムシャラハンマーもあんま効いてなかったんだよな。あ、頭いいじゃん。
倒しきれなかった。つらい。これでどうなるかな。あんまり削られすぎるようだと、ちょっとまた考えないといけない。右で38ダメージ。守りに入っちゃうと、余計ダメージ食らうのか？このあれ理想だよね。これで守っちゃうとダメージが結構入るんだっけ。なんかあんま普通だった気がするな。頭入っても倒しきれなかったよね、確かこれな。よしよしよし。あ？あともう一発頭に行けば勝てるぞ。よし行け、頭だ。多分9とかだいけるはず。当てて、まず当てて。よし、頭だ。惜しかった。やったぜー。あべえ、運ゲー落ち。ふぅ、強かったなー。いいね、いいね。予想以上の腕ね、素敵よ。お母さんだったりするかな。ゴーストがアップ。殴る1、ガムジラが1、ゴーストランクアップ。ジェットエンジン、お、ジェットエンジンだって。でも女の子パーツでしょ、それ。結構強くなったじゃない。またどっかで会いましょう。どちらさん？ごめんなさい。マジでわかんねえ。それとも幼馴染かな？名前忘れちゃったけど、もうすでに。まだあるんですかね？まだあるのか。もう女の子キャラいた？男になってません？高校は僕の庭みたいなものだからね。間違っても君には負けないよ。あれが金持ちの最後の一人みたいですか。勇気。あ、イケメンだ。君と僕との格の違い見せてあげよう。いやー、勝てるかしら。結構きついよ、もうすでに。ランドモーター。硬い感じかな、じゃあ。戦車系だもんね。アンチウォーター。じゃあもうどんどん、ガンガン行こうぜ。ガムシャラハンマー。硬そうだな、見るからに。あ、でも HP 自体はそんなに高くないけども。わかんない。重戦車パターンかもしんない。かっこいいな、こいつな。39ダメージ。索敵を行った。命中率アップ。これみんな索敵を行わないかな。右腕で防御した。よしよしよし。あ、とりあえず一旦目はみんな索敵するかもしんないな。あ、違うな。普通に攻撃してきたな。狙い撃ち攻撃ライフル。これまずいんじゃない？射撃か。客部死んだらやばいぜ、水太郎さんが。戻るスピードめちゃくちゃ遅くなるからな。俺、しかもこれさ、未だに下の地形よくわかってないんですよね。これ分かれてるよね。海地形かなんかかな。ライフル。大丈夫かな、チャンバラソード。脚部か。オッケーオッケー。脚部まず一発耐えるね。いいね、いい感じに上狙ってくれる。どんなに削られても頭さえ一発ぶん殴ってやれば。脚部防御か。仕方ないね。なんかずっと索敵しない。オッケーオッケー。もうみんな索敵しようぜ。そのパターンがあるからな。もう脚部きついか。お、脚部耐えるね。だいぶ入ってたでしょ。投げる攻撃、ハンマー。できれば脚部破壊してくんねえかな。右腕か。予想以上に削れてないな。アンチウォーター、フレームが。いいねいいね。こっちが先手取ったか。よし、いいぞ。なんかせめてパーツ1個壊してほしい。頭に 31？ いいね。もう一発か。いいね。とりあえず、一番上の、水太郎さんは、そこまで削られてないから大丈夫だよね。オッケーオッケー。一発耐えた。あと、ここのターンは上に集中してくれると助かる。オッケーオッケー。これで頭来たらもうどうしようもないからな。来たな。危ねえな。右腕ってどっちだっけ？あ、チャンバラソードが、チャンバラソードが消えてる。まだガムシャラ残ってね。殴れ。背後からバシッといってくれ。左手で防御。あ、30入った。いいね。オッケーオッケーオッケー。やっと初めて一つパーツ壊したんじゃない？
これぜひ当ててほしいですね、ファイヤー。ほらよ。オッケー、当たった。頭で39いいんじゃない？索敵しよう。ああ、やめて。足でお願いします。もしくは頭。一発入るぐらいで。タイでね、41だったから大丈夫。波数で出るから大丈夫。索敵を行った。もう成功率上がったってどれぐらい効果あんのかな？お、1枚目。じゃあ頭でもう、とどめさそう。ちょうど後ろ向いてるから。背後から一撃。右腕で防御しちゃった。ダメだってそりゃ。壊れます？オッケー。あー、怪しい。索敵行った。オッケーオッケーオッケー。で、ここの殴るを、真ん中いっちゃうか。潜水メタロットってのがよくわかってないんだよね。まだ出てきてないかな。アンチウォーターは一応その潜水メタロットによく効くよっていうやつなんだよね。索敵して。おしよしよしよし。これでどうなるか。こっちが先取れるかな。おし取れた。上。おお、いいねいいね。優秀優秀。6勝優秀。頭。ああ。よし、でも左腕壊した。貫通。脚部に2ダメージ。2って。お、いいね、壊れていた。先的、オッケー、いいよ。あれだね、補助が一つでもあると助かるよね。あ、でもこいつあれか、そもそもあれかな？もう先的しかないのか。じゃあ真ん中大丈夫なのか。ジミーじゃ大丈夫なのか、手壊しちゃえば。ライフルって言ってたもんね。うん。腕さえいっちゃえば安牌か。じゃあ真ん中はもう安牌か。左で65ダメージはまだ大丈夫だね。索敵を行った。あれ、じゃあ一番上もそもそも大丈夫か。じゃあ一番下だけだからもうこれ勝ったも同然なのか。ね。あ、よかったよかった。心配して損したわ。そうだよね。一番上ももう頭しか残ってないもんね。あ、よかったよかった。大丈夫大丈夫。あとは事故が起きなければだな。うん、1体だ。一番下のやつの攻撃が、上に来ちゃって、なんか、くたばるパターンよね。オーケーイ。ふぅ、よかった。てか、女の子メタロットください、マジで。今日は調子が悪いらしいな。長距離砲、あ、長距離砲ね。ライフルか。遠くまでよく狙えそう。なんてことだ、ここで負けなんて。あ、優勝は、アガタっていう名前だったのか。準優勝は、二毛作ゆうきくん。二毛作って名前だったか。あ、二毛作って聞いたかもね。本大会に進む二人のメダロッターが決定いたしました。あ、大丈夫だったのか。一週間後、本大会止めで再びお会いしましょう。一週間どうやって経つんだろう。もう経ったかな。メダロットの地区大会でミサロとゆうきが優秀な成績を取って本大会に出るって話は、もう先生が言うまでもないな。先生も感動してるぞ。みんなも感動していいぞ。校長先生、お前たち話がしたいとおっしゃっていたぞ。あとで校長室どこだ。なんだかすっかり追い越されちゃったみたいね。ちょっとびっくりしいわ。だから絶対負けちゃダメよ。女の子じゃな、さっきのあれじゃなかったな。よう、負けんよ。まだ私はあんたを認めたわけじゃない。お前2回負けねえんじゃん。クーボーだ。なんか喋れ。マグレを実力と取り違えんの。お前なんて名前だったっけな。マジで覚えらんねえ。クーボーは覚えられるんだけど、こいつ覚えらんないな。ゆうきちゃんはあまりいじめちゃ嫌よ。僕のライバルとして恥ずかしくない戦いをしてくれば、いつの間にかライバル認定されましたね。そして、何かあった時のためにセーブしましょう。さてさて、多分2パート連続で大会だったから、バトルのみだったんじゃないかなと思います。さあ、あと校長室はどこか。メダルと動かないよ。じゃあそのメダルとください。高いところに、校長室って結構、下の方にあるイメージあるけどな。お化けが出る。この学校、調査編もあるかもね。屋上に来てしまった。貴様お化けか。メダルと空が飛べたらいいな。飛べそうですね。てか飛行型メダルといるから飛べるね。なんだっけ、最後の方に使ってた俺が飛行型メダロット使ったガールズミッションで DJB78 みたいなさ名前。え、嘘、やせ、頑固エジダメだって。不法侵入だから君は。でも背景面白かったね。岩礁地帯だったね。ティアンデー持ってけ。墓浜、うん、中浜。
生とりあえず下行けばいいかな。さすがに上の方は6年生とかそういう系でしょ。職員室とか校長室とかは1階なイメージ。